妙蓮寺は、京都府京都市上京区にある、本門北家州の大本山。三号は、宇津木山。達中が八院ある。妙蓮寺は、鎌倉時代の僧日蔵によって創建された。日蔵は日蔵に指示し、後に、日蓮の異名を受けて帝都における布教に勤めた。五条西の党院の酒屋柳なぎ屋中京は日蔵に、京市、永忍二年、その夫人によって邸内に、 北家堂が混流され、妙法蓮華寺と合した。寺は、その後後輩したが、大英年間、日喜びにより、四条を大宮に再興され、寺号を妙蓮寺とした。その後、公家の庭田和有の子、日を十字に迎えた。妙蓮寺は、天文五年、天文北家の乱で消失し、境に避難するが、天文十一年、小奈良天皇は、北っけ集楽の臨時を下し、 妙蓮寺は同年も大宮元西岸寺通りにランを再建した。道地付近には元妙蓮寺町の町名が残る。天正十五年、豊臣秀吉の命により現在地に移転。享保十五年の西陣焼けでは本堂、祖師堂などの主要道具は焼け残ったが、天明八年の天明の大化によりランを消失。完成元年再建された。宇津木山の由来は、 柳の文字から、京都市営地下鉄、烏丸線倉間口駅から徒歩10分。ありがとうございます。